えーどうも、お疲れ様でございます。まあ、日本のね、政治もなんだかうまくいってないように見えますし、国民が豊かになっていくとはとても思えない。さらに、実質賃金が26週間連続でマイナスということで、まあ、岸田総理がね、就任されてから国民の暮らしは貧しくなる一方っていうね、どこが所得倍増契約なんだと思いますけども、これはなんと2分の1倍ということなんでしょうかね。えー、そしてですね、高まる え円安なんですけども、じゃあ、アメリカがうまくいってるかっていうとね、実はアメリカは日本以上にうまくいってないところが目立つわけですよね。その一つが、大統領選ですけども、なんとですね、候補がトランプ大統領とバイデン大統領、この2人しかいないわけですよ。いや、これはこれで不幸な話だなと思います。なんかね、日本から日本の政治見ていると、誰が総理大臣になっても、暗泰たる気持ちになるんですけども、これはですね、アメリカも同じなんですよ。 まあなんですね。バイデンさん81歳ですから、ここからもう一期大統領をやっていただくとしてもね、いろいろと不都合が起きるのかなと思いますし、バイデンさんは、ロシア、ウクライナ戦争に関しましてね、ウクライナへの、まあ、財政支援ですとかね、軍事支援をこれからも強化していくっていうことなんですよ。つまり戦争が長引くってことなんですよね。対して、トランプ大統領はどうでしょうか。トランプ大統領は、自身が総理大、あ 何大統領になったら24時間以内に戦争を止めさせると言ってるんですよ、まあ、このあたりねトランプ大統領があのプーチン大統領と独特な縁を持っているということもねあるのかなと思いますけども果たして24時間以内に本当に止めれるのかなっていうところはちょっと興味深いですねさらにトランプ大統領とバイデン大統領の違いとしてはトランプ大統領はね徹底したアメリカファースト主義を 行うらしいんですよ具体的に言うと移民に対してものすごくネガティブなんですよねもう今アメリカにいる国民を養うだけで我々は精一杯だととても他国の面倒を見てはいられないっていうことなんですよまあこれは本当かもしれないですね移民を限りなく受け入れていくとやっぱりね国の問題ってのはね肥大するばかりなんですよですんで一定の量を受け入れたら そこからは、まあ、そうですね、移民受け入れに関しましては、ものすごく厳しくした方がいいのかなと。まあ、そもそも人口問題や雇用問題とか、それから供給力問題っていうのは、移民では解決しないというふうにね、私たち人類の歴史では学んでるわけなんですよ。まあ、もしかしたらね、移民を無制限に受け入れても、問題を解決する手段を思いつく、まあ、そんな人がね、この後生まれるかもしれませんけど、今のところは無理なんですよね。 で、トランプ大統領は、メキシコから、まあ、移民が入ってこないようにね、壁を作ってみたりとかね。え、それから、あ世界中に散らばっているアメリカ軍駐留艦隊を引き上げるというふうに宣言したりとかしています。え、あの、やっぱりね、日本にもアメリカの中屯地って結構あるんですけども、それは様々な問題を生んでますよね。例えば、米兵による日本人のね、まあ、いろんな、 犯罪行為ですよねこちらの方が日本国内の法律では裁けないということで、まあ、最近でもね、沖縄県民にものすごくひどいね性犯罪とかがあったのを、まあ、ずっと隠蔽されていたところがあったりとか、それが明るみに出ても日本の法律では裁けなくって、まあ、全部ね、アメリカの預かりになって、まあ、結果、無罪になることが多いわけなんですよ。まあ、そうなると、被害者ってのはもう泣き寝入りしかなくってね、まあ、そういったところの問題もあります。ででいつまで 日本にアメリカの基地を置いてててるんだっっ問題もあってねそこに一つの解決策としてまあじゃあ日本を含めて全部アメリカの軍はね引き上げるよとアメリカの防衛はアメリカ国内でやるよっていうふうな考えもあるわけですよでもそうなるとね今までのトーンがぐっと下がってきて例えばいやいや待ってくれとすぐにアメリカ軍を撤退しろとは言わないよみたいな感じで我々日本もね アメリカ軍が日本からいなくなってしまうと、それはそれで無防備になってしまうから怖いということらしいんですよ。でもトランプ大統領はそうなるとね、じゃあ、中流の経費を全部その国で持ってもらおうよって話なんですよね。まあこれは、まあ筋が通ってれば通ってるんですよね。まあつまりね、私たちは日本中にアメリカの駐屯地あります。出先機関がありますけども、その経費を一部しか持ってないわけなんですよ。まああの、私たちがね、警備会社に 警備を自宅警備をお願いする際でも全額払いますよねでも半分はあなたの会社で払ってって言ってるようなもんなんですよまあそう考えたらね確かにトランプ大統領が言うのも間違いないのかなと思います、まあ、ただしそうなったらそうなったで他の関税とかねそれからいわれもなく払わされている経費ってのはねちょっと抑えていただきたいかなっていうところもありますで前回は安倍総理とそのトランプ大統領との人間関係によって この辺りはすごくうまく調整されていたんですけども、まあ、今ね、日本の岸田総理には外交能力があるとは思いませんのでね、トランプ大統領が大統領として就任した暁には、まあ、日本の防衛もめちゃくちゃになってしまうのかなと、そして台湾にも特にね、手を出さないっていうことになると思いますし、そうなると、まあ、中国が台湾を併合する日も近いのかなっていうところで、まあ、世界は動き始めるのかなと。うんまあ、そのの辺ねちょっとどういういになるのか 情報が少なくって判断できませんけども、まあ、まとめますとね、まあ、世界に影響を及ぼすアメリカの大統領の候補がたった二人しかいないということはね、一体どういうことなんだろうと、すごく怖いものを感じるかなというところですね。はい。じゃあ、今回はそんなところでございます。